ニコラス・マイケル・ハガダンは、アメリカ合衆国、アイダホ州、ボナー郡サンドポイント出身のプロ野球選手。左投げ左打。現在は、MLB シアトルマリナーズ傘下所属。2004年の MLB ドラフト36巡目で、シアトルマリナーズから指名されたが、ワシントン大学へ進学した。2007年の MLB ドラフト1巡目で、ボストンレッドソックスから指名され、7月5日に契約。A- 級、ローウェルスピナーズで20試合に登板し、0勝1敗、防御率 1.85 だった。2008年は A 級、グリーンビルドライブで3試合に登板し、1勝1敗、防御率 0.00 だった。4月19日にマイナーリーグの故障者リストし、トミー・ジョン手術を受け、残りのシーズンを全休した。2009年は A 級グリーンビルで10試合に登板し、0勝0敗、防御率 5.06 だった。2009年7月31日に、ビクター・マルティネスとのトレードで、ジャスティン・マスターソン、ブライアン・プライスと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍。移籍後は A 級レイクカウンティ・キャプテンズで5試合に登板し、0勝1敗、防御率 2.45 だった。9月に A 級キンストンインディアンスへ昇格し、2試合に登板した。2010年は A 級キンストンで10試合に登板し、1勝3敗、防御率 2.39 だった。6月に A 級アクロンエアロズへ昇格。19試合に登板し、2勝2敗1セーブ、防御率 4.50 だった。オフの11月19日にインディアンスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2011年3月7日にインディアンスと1年契約に合意。3月11日に AA 級アクロンへ移動し AA 級で開幕を迎えた。AA 級では12試合に登板し2勝1敗防御率 1.59 だった。5月19日にトリプル A 級コロンバスクリッパーズへ昇格。8月26日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま8月28日にトリプル A 級へ降格。9月1日に再昇格し、同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの7回表から登板し、1回に3を投げ2安打3失点1四球だった。この年は9試合に登板し、1勝0敗。防御率 4.09 だった。2012年3月9日にインディアンスと1年契約に合意。3月30日にトリプル A 級コロンバスへ移動し、トリプル A 級で開幕を迎えた。4月17日にメジャーへ昇格。昇格後は2試合連続で無失点に抑えていたが、3度目の登板となった4月22日のアスレチックス戦で失点し、4月23日にトリプル A 級へ降格。4月27日にリリーフのラファエル・ペレスが故障者リスト入りしたため再昇格し、その後はリリーフに定着した。7月6日のタンパベイレイズ戦で2失点したことで怒りを抑えきれず、左肘に自傷行為を行ったことで左手首を骨折。7月7日にトリプル A 級へ降格し、マイナーリーグの制限リスト入りした。この年は27試合に登板し、1勝0敗1、セーブ、防御率 6.39 だった。オフの11月13日に制限リストから外れた。2013年3月11日にインディアンスと1年契約に合意し、4月2日にトリプル A 級コロンバスへ移動した。4月12日にメジャーへ昇格。8試合に登板後、5月1日にトリプル A 級へ降格した。5月6日にリリーフのビニー・ペスタノが故障者リスト入りしたため再昇格したが、5月16日にトリプル A 級へ降格。5月27日にリリーフのクリス・ペレスが故障者リスト入りしたため再昇格した。昇格後はリリーフに定着していたが、7月3日に再びトリプル A 級へ降格。登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ昇格した。この年は36試合に登板し、0勝1敗、防御率 5.46 だった。2014年3月10日にインディアンスと1年契約に合意。3月17日にトリプル A 級コロンバスへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。5月3日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま5月4日にトリプル A 級へ降格した。だが、後にメジャーに戻って35試合に登板し、自己記録を大きく更新する防御率 2.70 した。また、23.1 イニングで27三振を奪い、奪三振率は10を超えた。2015年は36試合にリリーフ登板したが、7月8日に腰の張りで15日間の故障者リストに入り、7月14日、A- 級、マホーニングバレースクラッパーズにリハビリ登録されたが、7月28日にトミー・ジョン手術は回避されたものの左肘の手術が必要であることが判明し60日間の故障者リストに入った。回復には6から9ヶ月を要する見込みである。成績としては、防御率は2年ぶりに 4.00 を超えた。一方、高い奪三振率は健在であり、奪三振率が 9.0 を超えたのは、メジャー5シーズン中4シーズンとなった。12月2日に、リーフ、翌3日に、FA となった。2015年12月17日、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、2016年1月11日に、その契約は無効となった。2017年1月31日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。